ミケル・ローキは中国の漫画家の長楽平により1935年に執筆開始された中国の漫画である。主人公のミケは全世界的に最も長年の間活躍し続けた漫画キャラクターの一人であるとともに、現在もなお中国で最も有名かつ人気のある架空のキャラクターの一人である。主人公のミケはその名のごとく三本の毛を頭から生やしたキャラクターであり、 連載が続くにつれて、ミケのキャラクターは変化していったが、彼のトレードマークである貧困と、その結果による栄養不良を表す三本の毛は常に描かれ続けた。1948年対抗的ミケルロー、ミケルロー期以前のほとんどの中国の漫画は大人を主人公としており、また、ミケは絵の説明文を書いているという点でも独特であった。 蝶吉平がこの漫画を創作した主な目的は日中戦争により社会にもたらされた混乱を漫画で描くことにあった。蝶は彼の関心事であった戦争の幼い犠牲者たち、特に路上で生活する孤児たちの様子を伝えようと試みた。三毛のキャラクターの最も大きな変革は第二次世界大戦後1949年の中華。 人民共和国成立の時期に行われた。今日のミケのイメージは21世紀に生きる普通の健康的な学生である。ミケは中国史の様々な重要な時代で生活したり未来の宇宙探検を行ったりもしている。ミケルローキは、おミケはそのほとんどの時期を戦争と植民地化とインフレの影響による貧困と極度の窮乏の中で生活していた。ミケル老キの冒頭で 裕福な家の息子であった12から15歳くらいの少年ミケは日本軍の侵略により両親を失い孤児となる。その後のミケは母親を探して歩く。ミケは靴磨きなどの様々な肉体労働に就くが、ゴロつきや日本軍の兵士により仕事を邪魔される。ミケを助けようとする何人かの人々がおり、その一人は漁師であるが、日本軍からミケを守るために死ぬ。 別の一人の貧乏人の妻はミケを引き取って世話をしようとするが、日本軍の侵略のためにミケを捨てざるを得なくなる。物語の冒頭から結末までを通して、ミケの苦痛に満ちた放浪生活が描かれ、作者は様々な手法を通じて、ミケが心の底から我が家や愛する人を求める様子を表現する。ミケルローキの主人公ミケは漫画作品で登場して、以降、 多数のメディアで活躍している。チャイナデイリー内サンマを、チャイナ、エスフェーバリットサンターンズ70アーカイブド2007年2月5日、アットザーウェイバックマシン2007年1月9日、参照見ケ公式サイト内、サンマを参謀作品リスト。ありがとうございます。